そこの旅人さん、こんにちは。モーメント・オブ・ドリームをお聞きになったことはございますか？聞いた感じからすると、なんだか甘い飲み物っぽいな。違いますよ。これは我々が定期的に開催しているイベントの名前です。近頃夢が一気に話題になり、多くの人が前日に見た夢を話し合うようになりました。実は私もその一人なんです。最後に夢を見たのがとても幼い頃だったので、懐かしい感覚と胸躍る気持ちにあふれていまして。そっか、みんなまた夢を見られるようになったんだもんな。ですので、これを機に珍しくて奇妙な夢を見た全ての人へ向けて、自由に夢を語ってもらうイベントを開催することにしたのです。こうしてモーメント・オブ・ドリームは生まれました。お茶会みたいなものか。はい、ここでは毎日想像力に富んだ様々な物語が語られています。ぜひお聞きになってはいかがでしょう。そうだな。でもオイラたちからすると、夢を見るのなんて食べるのや寝るのと同じくらい普通のことだぞ。無料のお菓子とか飲み物があるんなら少しは考えてもいいけど。本当ですか？つまりあなた方は今までに数多くの夢を見てきたということでしょうか？そうだけど、全然大したことじゃないからそんなに興奮すんなよ。いえいえ、夢の体験を語ってくれる経験豊富な参加者こそ今の我々のイベントに欠けているものなんです。僭越ながらお二方のことを夢見のプロと呼ばせてください。プロ？悪くない響きだぜ。どうやら興味を持っていただけたようですね。一緒に会場へ向かいましょう。すぐそこですよ。あなたの欲しい飲み物もお菓子も全部そこにあります。お前もやることがプロだな。なあ、でも勝手に決めたらダメだよな。こいつの意見は聞かないと。あれ、なんで何も言わないんだ？イヒヒ。じゃあ早くオイラたちがプロになれる場所へ連れてってくれ。いいですよ、ついてきてください。プロになることにおいて一番大事なことが何か知ってるか？知識と経験でしょうか？違う、正解は呼び方だ。今からオイラはパイモンプロだぜ。皆さん、少しいいでしょうか？やっとプロの方に来ていただきました。さあさあ、こちらへ。何かご質問があれば彼女たちにお聞きください。外から来たプロの人か、それはよかった。俺から質問させてくれ。皆さん慌てず、秩序を守って一列に並んでください。こんなに熱意があるなんて。俺の質問は簡単さ。いつも大変な毎日を過ごしてるし、夢の中ぐらいはスライムになりたいんだ。一体どうしたらいい？オイラ知ってるぜ。そういう夢をたくさん見てきたから、オイラなら答えられるぞ。最初にオイラがなったのは風スライムだ。その時は冒険者の矢に撃たれて一晩中空を飛んでたぜ。2回目は草スライムだな。子供たちに大根だと思われて頭の葉っぱをちぎられたんだ。すごく痛かったぜ。3回目は氷スライムで、料理人に捕まってキンキンに冷えたジュースにされた。4回目にようやく強い岩スライムになって、昔オイラをいじめたイノシシに復讐しに行ったんだ。でも結局そいつが仲間を何匹も連れてきて
また負けちゃったんだけどな。ちょっと待った、なんでどれも悲惨な結末なんだ。だってスライムは魔物だろ。見た目は可愛いけど、いつもトラブルを起こすから冒険者に討伐される運命からは逃れられない。だから魔物はみんな良くない結末を迎えるんだ。確かに魔物は魔物だったな。俺はただ違った生活を体験してみたかっただけなんだ。だがこうして聞くと、魔物になったら今よりもひどくなっちまうかもな。ただの山柄や魚になった方が楽しいのだろうか。なんだ、プロってそこまで難しくないな。次の人。次は俺だ。プロの人に聞きたいんだが、どんな姿勢で寝たら前の日に見たのと同じ夢を見られるんだ。それは助けてくれないのかよ。じゃあまずどんな夢を見たいのか教えてくれ。普通の夢さ。日差しの気持ちいい日に妻とおしゃべりしながら山野に吹く風の音を聞くんだ。じゃあ直接奥さんと話をすればいいだろ。夢を見る必要なんてないんじゃないか。それがその妻はもういないんだ。え、ごめんおいらまた言っちゃいけないことを。いやいや、俺がきちんと言わなかったのが悪い。俺はただ妻にもう一度会いたいのさ。あ、そうだな。姿勢とかよりも寝る前に考えてることの方が大事だと思うぞ。それだけでいいのか。奥さんのことを思うのも夢を見るのもお前自身だからな。その二つを結びつけることは難しくないと思うぞ。それもそうだな。帰ったら早速今夜試してみるよ。アドバイスありがとう。今度は私の番。私は夢で見た植物の名前が知りたいんです。私は部屋にある記念品の箱を夢の中に持っていきたい。俺は昨日荒地の上をカラスが飛んでいる夢を見たんだ。何の意味が込められてるのか教えてくれ。そう慌てるなって、話は一人ずつだ。あいつらの質問めちゃくちゃ難しかったぜ。オイラたちは別にあいつらより詳しいわけじゃなくて、ただ経験が豊富なだけなのに。そうだな、模索したり考えたりしてる時の方が質問の答えを知るよりも面白いもんな。例えるなら、三日三晩お腹を空かせた放浪者がエネルギーの補充にご飯かケーキかなんて気にしないのと同じことだ。オイラが誰のことを思い浮かべてるのか今ので分かったか。イヒヒ、当たりだ。あいつならきっとこんな感じのことを言うと思うぞ。でも今は忙しいからこういうイベントに参加する時間はないだろうな。プロのお二方に質問をしたいという方がもう一人いらっしゃるのですが。いいだろう。質問に答えてた時お前も見てたよな。オイラたちはプロでも何でもないんだ。そちらのお客さんは少々特殊でして。こんな面白い場所にあなたたちだけで来て、どうして私を呼ばなかったのか問い詰めたい気分だわ。モーメント・オブ・ドリームのような面白いイベントはそうそうないもの。どんなに忙しくても時間を作って見に来ているの。あなたたちに会えたのは偶然の縁とも言えるわね。そうだ、ナヒーダは夢を一番理解してるから
オイラたちの代わりに全ての質問に答えられるよな。確かにそうね。さあ、どんなことでも聞いてちょうだい。面白ければ面白いほどいいわよ。あ、どうしたの？さっきまであんなに賑やかにしていたのに、なぜ急にためらうのかしら。だとしても、私ってそんなに怖そうには見えないはずだけれど、凄さの程度で言ったら、あなたたちだってスメールでいろいろと偉大なことをやったはずよ。ふぅ、面白い質問が一気に消えてしまったわ。私って場を興ざめさせるような存在だったのね。ここを離れた方がいいみたい。いやいや、そういうわけじゃないの。モーメントオブドリームの原点には背きたくないの。人々がここに集まるのは、美しき夢を自由に語り合うためよ。だけど今の雰囲気は、まるで容器に入った水のよう。決まった形にはなっているけど、川を流れていた頃の自由自在な姿はもう二度と取り戻せない。私はただ、その中にある一つの水滴になりたいだけ。風情のわからない容器になるのはごめんだわ。拗ねてるな。みんな、大丈夫だから、もっと積極的に聞いてくれ。宗神様は、すごく付き合いやすいやつなんだ。ほら、早くしないと本当に行っちゃうぞ。じゃあ、俺から行こう。さっきのスライム人間だな。なんだ、その変な呼び名は。俺はもうスライムにはなりたくないんだ。山柄か魚の方が俺には合ってる。なるほど。夢の中で小動物になりたいのね。どうしてそのような考えが生まれたのかしら。いつも同じ生活を送っているので、少し違ったことを経験したいのかもしれません。顔を上げれば空が見え、遠くには海もある。それなのに俺は、まるで永遠に変わらない日々の中に閉じ込められているような気がするんです。だから夢の中で新鮮な感じを味わいたいということかしら。ごめんなさい。さらに困惑してきたわ。どうして現実でその新鮮な感じを見つけようとしないの？仕事をしないとモラが稼げないからですよ。俺だって毎日釘を打ったり木を切ったりなんかしたくありません。けど家には養っている家族がいるんです。それを考えた時、自分の生活がつまらないことで埋め尽くされているのに気づきました。自由な空間なんて全くなかったんです。でもたとえ夢の中で鳥や魚になっても、最終的には釘を打ったり木を切り続けたりする必要があるでしょ。あなたはすでに閉じ込められている。だから肉体がどんなものに変わろうと、精神がその苦境から飛び出すことはできないわ。え、そんな。では、どうすればいいんでしょう。私は、あなたの背負っているプレッシャーを、この身で直接感じることはできない。でも、どうすればいいか助言することはできるわ。金槌を変えてみてはどうかしら。金槌を変える？ええ。長く仕事をしているから、どんな金槌が使いやすいか知っているはずよね。はい、もちろんです。まずは叩く回数を増やさないためにも十分な重さが必要になります。それから滑らないようグリップがツルツルなやつはダメですね。そういえば今使ってる金槌ですが、しばらく変えてませんね。ぜひ変えてみて。ついでに金槌に好きな装飾や毛皮、革などもつけてみるといいわ。最後に自分の子供の名前も入れてみなさい。確かに、なんだか仕事に対して意欲が湧いてきました。新鮮味は生活の中における些細な物事から来るものよ。あなたは鳥や魚になる必要はないの。頑張って日々を過ごしていけば、あなたの大切に思う全てがあなたの幸せの源になるわ。
なるほど、完全に理解しました。まるで悟りを開いたかのようです。今すぐ新しい金槌を選びに、いや、自分で一本作るべきですね。ありがとうございます、宗神様。さすがなヒードだな。いつも問題の切り口を見つけるのがうまいぜ。実は私もあまり理解していないの。え？私がああいうアドバイスをしたのは、他の職人が同じことをやっていたのを見たから。彼は疲れを感じるとグリップにある名前を見ていたの。すると彼の顔には笑みが浮かんだ。とても驚いたわ。きっとそれは彼にとってとても大切な人の名前だったのでしょうね。ええ、観察して初めてこういった行為が人間の原動力となるのを知ったわ。でもどうしてなのかしら。それが興奮や期待によるものなのか、それとも仕方ないと思う気持ちからなのか、私にはわからない。たとえ彼の考えを知ることができても、彼の気持ちを理解することは難しいでしょうね。そうだったのか。ナヒーダからしたらそんなに遠回りして考える必要があったんだな。だから実はさっき少し不安だったの。幸い彼は嬉しそうにしていたから間違ったことは言っていないようね。あまり気にしないで。これが私の学習方法だから。オイラを忘れてもらっちゃ困るぞ。オイラだって顔色を見るのが得意だからな。ありがとう。これで私も安心できるわ。次の質問を聞きましょう。さっき同じことを質問しましたが、やっぱり宗神様の意見もお聞かせください。一体どのようにすれば夢の中で毎日亡くなった妻に会えるのでしょうか。亡くなった人への思いね。たとえかつての美しい思い出を繰り返しても、それによってもたらされるのは現実の虚しさだけよ。もしも彼女がまだ生きていたら、そんなあなたは見たくなかったはずよね。はい、それは分かっています。ですが、私たちが夢の中で過ごす時間はただの記憶の繰り返しではありません。彼女を強く思っているからか、夢の中の彼女はまるで生き返ったかのようなんです。夢で起こったことを彼女は全て覚えている。目覚めた後に再び夢に入っても前回の話題の続きを一緒に話せるんです。それはまた不思議ね。一般的に連続性のある夢はほとんどないわ。彼女はまるで私の夢の中で2回目の命を手に入れたかのようでした。しかし彼女が生き生きとしていればするほど、目覚めた後の私に虚しさと苦しさが襲いかかるのです。これは喜ぶべきことなのでしょうか、それとも苦しむだけなのでしょうか。もしかしたら全ての根源は思いによるものなのかもしれないわ。あなたと彼女の間にとても残念に思っているやり残したことはない？よくわかりません。ただ彼女と一緒に年を重ね、人生を最後まで一緒に歩んでいけなかったのは私にとって一番残念なことです。もういい加減前を向かなきゃいけないとは思っていました。こんなリアルな夢を見ていなければこれほど迷走してはいなかったでしょう。これが俗に言う寝ても覚めてもっていうやつだな。でも夢は永遠に夢でしかない。私たちは現実を生きるものよ。過度に夢に溺れるのがいいことであるとは限らない。あなたの精神と気持ちをすり減らし続けるだけだわ。分かっています。ですので私も自責の念に駆られているのです。まだ子供の面倒を見なければいけないというのに。子供に父親のこんな情けない姿を見せてはいけませんよね。宗神様、アドバイスありがとうございました。
彼の精神状態、とても心配だわ。早く良くなるといいのだけれど。それと、私の調子は悪くないから、もしも退屈に感じていたら、無理に付き合わなくてもいいわよ。あなたたちは、もともと遊びに来たのだし。少し良くなったか？ああ。本当に、宗神様の言う通りだと思ってな。この考えから抜け出さないとダメだし、今思い出してみると、夢の中ではいつも同じような場所で妻と会うんだ。そこは現実にも存在してる。ただ、少し遠くて危険な場所だから、一人で行く勇気がなくてな。でも、やっぱり行ってみたい。そこに何もなければ諦めもつく。このままじゃ、なんだか酔っ払ってるみたいで、夢うつつの状態が続いてしまう。あれと似た情景をもう夢で見なければ現実に戻れると思うんだ。君たち冒険者なんだろ？もしよかったらその場所まで護衛を頼めないか？気分転換だと思えばいいと思うぜ。奥さんには会えないけど、美しい景色とかを見たら気分も良くなってくると思うぞ。ああ、俺もそうなることを願ってるよ。早く良くなるといいな。また私に隠れて面白い場所に行くつもり？あれ、ナヒーダは質問に答えてたんじゃないのか？ちょうど終わったところよ。今日は奇抜で新しいアイデアをたくさん聞けて、収穫に満ちた一日だったわ。どこかへ行くようだけど、私も連れて行ってくれないかしら？いえ、多忙な宗神様にこのようなことを頼むわけにはいきません。遠慮はいらないわ。それにこの提案をしたのだって、もちろん考えあってのことよ。この機会に私が困惑していることについて、あなたたちにも話しておこうと思うの。宗神様であっても困惑するのですか？私はあなたたちとそこまで大きく変わらないわよ。さあ、歩きながら話しましょう。なんか遠足みたいな感じだな。冒険者はいつもこんな場所に来るのか？それはすごいな。夢の中のあなたたちはいつもここで会うの？はい、ほとんどの場合がそうです。前方にある山の頂上で会っています。そこでは特に何もせず、日常の何気ない会話をするんです。私たちの娘のヘイデルの近況を話すと、彼女はいつも真剣に耳を傾けてくれます。あとは一緒に思い出話をしたり、面白いことや冗談を言ったり。どんなに話しても物足りなさを覚えてしまうんですけどね。平凡と安らぎも手に入れるのが難しい幸せなんだな。そこが私の困惑しているところよ。私は夢について詳しいわ。だから夢が一般的に論理性や連続性に欠けているものだと知っている。でもあなたはさっき、彼女があなたの話したことを覚えていると言ったわよね。はい、彼女は昔から私の話を熱心に聞いてくれていました。夢の中でもそれは同じです。彼女はいつも私を驚かせるために日常の些細なことまで覚えているんです。そのことも彼女がまるで本当に生き返ったかのように感じた理由の一つでした。確かに不思議だな。でも夢ってもともと不思議なものだよな。ただ問題はその描写があまりにも整然としていることよ。夢というのはあなたたちが想像するよりずっと脆弱なものなの。例えば窓の外で大きな音がしたとする。すると夢の中では
あなたが大砲に入れられて飛ばされるシーンになるかもしれない。もしも喉が渇いていたら、果てのない砂漠を歩く夢を見るなんてこともあるわ。だけどあなたの妻の姿は、とても安定していて、干渉を一切受けていないようね。確率的に言うと、こういった状況はとても稀なの。私にも原因はわかりません。しかし、私にはこの夢を疑うことも、拒絶する理由もないのです。何せ、私にとってあまりにも良すぎる話ですから。でも、私は知りたいの。このような夢は、私にとっても珍しい現象だから、その現場を見てみたいわ。さあ、遠足だと思って、山の頂上へ行ってみましょう。やっぱり、ここって危険な場所なんだな。大丈夫よ。即戦即決と行きましょう。え？ナヒーダも手を出すのか？もちろんよ。これも遠足の一環でしょ。さばきの雷。ふっ、手をつなぎましょう。結構いい景色だな。お昼寝したりおやつを食べたりするのにぴったりだ。オイラも毎日ここへ暇をつぶしに来たいぜ。今のところ変わった場所はなさそうね。思いの力を否定する気はないわ。もしかしたら、数値化できないそういった感情の要素にこそ、夢を思い通りにする力があるのかもしれないもの。アイルマンの奥さんって、きっと魅力的な人なんだろうな。あれ？アイルマンは？ここで待っててくれてたのか。今日はすごいお方をお連れしたんだ。宗神様が一緒に同行してくれるなんて、すごく驚いたよ。ここの道に慣れたら、ヘイデルも連れてこよう。あの子、ずっと君に会いたいって言ってるんだ。どうしたんだよ。そこには誰もいないぞ。待て、メイナ。そっちは危ない。行くな。落ちてしまうわ。彼を掴んで。ふう、落ちなくてよかったぜ。でも、なんで急に変なことを言い始めたんだ？しかも、今度は気を失ってるみたいだぞ。彼は今、夢の中にいるわ。さっき口にしたことは、前に彼が話していた夢とほとんど一致している。え？それって眠ってるってことか？しかも同じような夢を見てるのか？私もおかしいと思うわ。でも無誘している人は起こさない方がいいから、このまま待ちましょう。ん？メイナ？メイナは？よかったぜ。俺は一体無誘？ああ、そうか。確かにあれは夢の中でないとありえない。山頂に着いた瞬間、妻のメイナーがそこに座っているのが見えたんだ。それで俺は彼女に歩み寄った。妻は君たちの紹介を聞くと慌てて前に行こうとした。でもそっちは崖だから俺は行くなと言って、そしたら妻が消えたんだ。それから俺の近くで風が吹いて空が暗くなった。何かおかしいと思い始めた時にはもう目が覚めていた。なんかすごく変な話だな。疲れてるんじゃないか？それはない。昨日はぐっすり寝たし、今も眠くはない。おそらく私たちが来たことによって潜在意識による夢の想像に影響が出たのかもしれないわね。
何はともあれ無事に目覚められてよかったわ。先ほど何があったのか大体わかりました。すみません、宗神様と君たちがいなければ本当に落ちていたかもしれません。とりあえずまずは戻りましょう。あなたはしばらくこの場所に来ない方がいいわ。はい、わかりました。ナヒーダ、何か思い当たることはないのか？オイラちょっと心配だぞ。手がかりがあまりに少なく、まだ推測の息を出ないわ。それより心配なのは、もしもアイルマンに起こったことだけが例外でなかった場合ね。そっか、モーメントオブドリームには他にも夢を鮮明に覚えてる人がたくさんいるんだった。ええ、モーメントオブドリームに限らず、このような人はスメールの他の場所にもいるかもしれないわ。一刻も早く現状とその進行速度を把握する必要がある。じゃあ早く戻ろうぜ。アイルマン、ぼーっとしてないで早く行くぞ。もう戻られたのですか？どうです？うまくいきましたか？急を要する事態になったわ。この場にいる全員に夢について話し合ってもいいけど、決して夢の中の情景を探してはならないと伝えてちょうだい。はい、宗神様がそうおっしゃるのでしたら。ですが、何が起こったのか教えていただけませんか？皆さんそんなに真剣な顔をされて。わかりました。それほど危険なことが起きていたんですね。ご安心を。このことは全ての参加者、並びにモーメントオブドリームのスタッフにもお伝えしておきます。参加者リストを使えば夢について関心を持っている大勢の方とも連絡が取れるでしょう。そうすれば警告の範囲をもっと全面的に広げられます。ありがとう、本当に助かるわ。まずは本日イベントに参加した人がまだここにいるか確認してきます。アタさんはもう帰っているようですね。金槌を作りに行ったようなので大した問題はないでしょう。おや、待ってください、キャシアさんはどこへ？どなたかキャシアさんを見ませんでしたか？もう帰ったのでしょうか？ああ、彼女なら行くところがあるって言ってたわ。もうここを離れたみたいね。まずい、まさか夢の中の情景を探しに行ったんじゃないよな。どこへ向かったか教えてくれるかしら？はい、私も簡単にしか聞いていませんが、確かチャトラカム洞窟の近くだったと思います。ありがとう、すぐに行ってみるわ。それから軽率な行動を取らないよう他の人たちにも伝えてくれる？わかりました。こんなことになるなんて。見ろ、あそこに座ってるぞ。もう魔物に囲まれてる。まずは彼女を助けましょう。見切りました。全部丸見えね。捕まえた。みんなは俺が守れ。燃えろ。やっぱりアイルマンの時と同じ状態だったな。ええ、でも幸い傷を負ったり驚いて目を覚ましたりしていないわ。注意を払いながら彼女を安全な場所へ連れて行きましょう。また明日、アーシア先生。私どうしてまたここに戻ってるんですか？夢？でもアーシア先生は。あ、そっか、やっぱりただの夢だったんですね。だってこれが元の姿のままですし。これ、この植物のことです。ずっと開花せずに、もう
20年近く経っていまして、うん、夢の内容と関係があるのよね。詳しく話してくれるかしら。あ、すみません、まだ少し意識がぼんやりとしていて。ちょっと深呼吸しますね。まずはこれの話からしましょう。この植物はさっき言ったアーシア先生がいなくなる前にくれたものなんです。先生は私の両親の親友で、私を教え導いてくれた存在でもあります。とても素晴らしい正論派の学者でした。卓越した学術の才だけでなく、身のこなしにも優れ、冒険者協会の仕事をたくさん引き受けていたのを覚えています。それでその人は冒険に行ったのか？はい、私が10歳ぐらいの時に、先生は深淵の秘密を探すためここを長く離れると言いました。でも深淵が何なのか私には分かりませんでしたし、先生は家族同然の人だったので私は行かないでとお願いしたんです。すると先生は私をぎゅっと抱きしめました。二人して涙を流した後、私は眠ってしまい、目が覚めた時には家に戻っていたんです。結局先生は行ってしまいました。私のことが一番大切だという手紙を残して。ただそれにはこうも書いてありました。深淵を調査することはより多くの人々の大切な人や物事を守るためだと。先生は過去の冒険で重要な手がかりを得たそうです。すぐに動かなければその機会は二度と訪れない状況だったのでしょう。星と深淵を目指せってただの決まり文句じゃなかったんだな。先生は手紙の中に種を入れ、こう綴っていました。その種が発芽して開花したら、自分がどんな危険な状況にあろうとも帰ってくると。それから私が大人になった姿をとても楽しみにしているとも。ただおかしなことに、どれだけ水や肥料をあげても開花しないんです。正論派の学者に聞いても誰もこの現象を説明できませんでした。その植物詳しく見てもいいかしら？もちろんです。私も宗神様にその答えを教えていただけたらと思います。そうね、うん、これは、ナヒーダがこんな表情を見せるなんて珍しいな。ことなのかはすぐに分かったわ。私がためらったのはそれを言うべきかどうかなの。彼女が植えたのは学会で知られている植物ではなく、特殊な手段で栽培した新種よ。その特徴から見るに、殻を破った瞬間からすでに開花する力がないものだと分かったわ。そんな。つまり彼女の言うアーシア先生は、とっくに危険を察知していて、二度と戻れない覚悟をしていたのね。私が観察してきた経験から見て、これは残酷な事実に当てはまるわ。残酷を前にした時、人は泣きわめき、虚言を吐いて、怒り狂うこともあるかもしれない。彼女が真実を直視すべきだということはわかっているわ。けれど同時に、彼女を傷つけたくないの。どうすればいいか、教えてくれる？確かに厄介だな。
お前までそう感じるほどのことだもんな。でもそれだと責任をあなたに押し付けてしまわないかしら。彼女があなたに怒りの矛先を向けたらどうするの？大丈夫。この世にはいろんな人がいるんだ。さっきナヒーダが挙げたのはどれも極端な例だぞ。わかったわ。ありがとう。じゃあ戻ってこのことを伝えようぜ。か、開花できない？そんな開花できない植物だなんて。それってつまり繁殖することもできず枯れてなくなるしかないのですか？つまり先生は最初から戻ってくる気がなかったということですか？先生の言ったことは全て嘘だったと。もちろん良かれと思ってやったことだと思うぞ。どのみち残酷な別れになるなら少しでもそれを遅らせたいって考えたんじゃないか。そうだぞ。彼女のお前に対する愛とか関心やぬくもりは全部本当に実在してたんだ。おそらく彼女もあなたが真実を知った後彼女の選択を理解し尊重することを望んでいたに違いないわ。わかりました。ごめんなさい。文句を言うつもりはないんです。ただ少し受け入れられなくて。夢ではあんなに素晴らしいものだったのに現実はこんなにも冷たいなんて。先生は本当に帰ってきたのだと信じていました。話したいことがたくさんあったのに。この夢は想像しているほど美しく単純なものじゃないのかもしれないわね。あるいは何かの力があなたたちの感情を利用しているのかも。そうなんですか？ええ。だから調査が終わるまではモーメントオブドリームの会場に戻って夢の暗示を受けないよう注意を払ってちょうだい。本当にごめんなさい。わかりました。助けてくださりありがとうございます。それとこの植物に傷がついてなくてよかったです。そうでなければ最後の記念さえも失っていたので。感謝するわ。彼女もやっと現実を受け入れたようね。でもこの悲しみを消化するにはきっと長い時間を要する。あなたたちが愛について話した時彼女の目に明らかな揺らぎを見たわ。まるで絶好のタイミングで降る優しい雨のように今にも蔓延しようとする炎をかき消したの。えひひ、なんたって人は共感ができるからな。共感？なるほど。これはとても貴重な知識ね。勉強になったわ。そうだ、さっき誰かがあいつらの感情を利用してるって言ったよな。もしかしてもう何か分かったのか？ええ。この二つの件の共通点はアイルマンとキャシアが最も大切な人を失っている点にあるわ。彼らは夢の中で大切な人と再び会うことができた。そしてその相手のリアルさも夢が見せるレベルをはるかに超えていた。それは思いの力と解釈するよりもっと悪質なものだと考えざるを得ないわ。そう、誰かが彼らの思いを利用しているということに。おう、ただ人の夢を導いてるだけだぞ。何が目的なんだ？それは引き続き調査が必要よ。とりあえず一度モーメントオブドリームの会場に戻りましょう。何か嫌な予感がするわ。事態がまずい方向へ進んでいないといいのだけど。戻ったわ。今どんな状況かしら。申し訳ございません、宗神様。
このことを経験した方をどう説得したらいいか、まだ思案しているところなんです。宗神様からの警告を受けたので、たとえ彼らが危険だと思っていなくとも、その人たちをここへ連れてきました。ただ一部の方はすでに深く眠っていて、長いこと目を覚ましていません。この状況は私たちではどうしようもない状況でして、モーメントオブドリームは規模の小さい同好会です。開催側の人手があまりにも足りなく。やっぱり私の予想が当たっていたわね。宗神様、お戻りになったんですね。一体何が起こっているんです？どうして我々をここへ集めたのですか？ここにいる人の多くは今も美しい夢を見ているわ。でもみんなには申し訳ないけど、それら夢の背後には何か陰謀が隠されていることが私たちの調べで判明したの。だから真実が見つかるまで夢の中の情景を追いかけたり、そういった暗示を鵜呑みにしたりしないでちょうだい。そんな関係ないんじゃないですか。ただ夢を見ているだけですし、他の人に影響が出てるわけでもありません。夢の暗示を受け入れたことにより、自分から外へ行って危険な目に遭った人をすでに二人見つけたわ。そうだぞ、これはもうただの夢ってレベルじゃないんだ。そうだったんですね。わかりました。つまりその詳細が詳しくわかれば、こういった夢を引き続き見てもいいということです。確かに、俺もまた姉さんに会いたい。申し訳ないが、宗神様、これから言うことは失礼になるかもしれません。さっき俺たちで互いに話し合ったんですが、みんな夢の中で大切な人に会ってるんです。それはまるで生き返ったかのようでした。誰も目を覚ましたくないと思うほどです。ええ、それも私たちの調査した状況と一致するわ。ですので、もしもこの件の調査結果によってこの夢を終わらせるってことになったら、我々にとってはあまりにも酷なことなんです。我々もその危険性は理解しています。ただ夢の中にいる人が我々にとってどれほど大切なのか、宗神様にはわからないでしょう。誰もが宗神様のやっていることを理解し協力できるとは限りません。少なくともみんな宗神様の調査が終わるまでに夢の中へ行き、大切な人に会ってさよならを言いたいはずです。これこそ私たちが直面している一番厄介な状況なんです。協力してくださる方があまりにも少ない。たとえ危険だって分かってても夢の中に戻ろうとするのか？そうね、私たちが伝える危険の描写は美しき無境と比べると筆書きのようにいささか精細に書けるわ。どうやら現状を制御できないことは避けられないようね。時間が遅れれば遅れるほど多くの人々が警告を無視し甘い夢に戻ろうとする。じゃあどうすればいいんだ？直接夢の中に入って事件の真相を見極めるしかないわね。ペドラッシュ、今ここに例の不思議な夢を見ている人はいるかしら？そうですね、こちらへお越しいただけますでしょうか？ええ、いいわよ。この方は我々の説得に応じず、先ほどここで眠りにつかれました。彼女は寝ているだけで無憂はしていないわ。まだ眠りが浅いようね。夢の中に入るってオイラたちも寝る必要があるのか？心配しないで、私は暗草なりデビよ。緊張しないで目を閉じて、自分が砂浜にゆっくりと溶ける波だと想像して、チリジリになりながら沈んでいく。
ど。大丈夫ならいいけど、何かあったら絶対にオイラに言えよな。とにかく無事に夢の中に入れたみたいだな。どこか見慣れた場所に来るものだと思っていたけれど、周りはすべて見知らぬ景色だわ。巨大な植物がいっぱいだ。空中にもあるぞ。不思議だな。本来ならデビーの無境に直接たどり着けるはずなのに、どうやら一筋縄にはいかないようね。とにかく手がかりを探しましょう。道はあります。かかれ。はあ、よし、出発。通じる扉みたいだな。他に道もないし、入ってみようぜ。見慣れたところに出たぞ。ここ、プスパカフェだよな。ここで間違いないみたいだぜ。これらの不思議な夢は現実の情景を暗示していることが多い。これも私たちが以前に集めた情報と一致しているわね。じゃあさっきいた空間は何だったんだ？それってつまりまた無境集合体ってことか？ええ、その可能性が一番高いわ。これほど多くの人が似たような皆無を見ているのだから。もしそれぞれが独立した夢であった場合、操るにしても管理するにしても、こうして繋げておくより難しくなるわ。そうなのか。じゃあ、デビーと話をしてみようぜ。でも、そばに他の人がいるぞ。あいつらも夢を見てるのかな？この空間が彼女の夢であれば、そばにいる人はデビーの大切な人かもしれないわ。とにかく確認しましょう。確認？どうやって？見ててちょうだい。ここのコーヒーは昔と同じね。テイワット中を旅したあなたたちならきっともっと美味しいコーヒーを飲んだことあるんじゃない？外のもんがいくら良くても故郷の懐かしい味にはかなわないさ。そうね、体が慣れ親しんだものはそう簡単に変えられないわ。とにかく乾杯しましょう。あなたたちの帰りを祝して。全部丸見えね。彼らはどうして？まあいいわ、どうでもいいわよね。まだためらいがあるようね。確認したわ。ここは確かに彼女の夢よ。なぜなら他の二人からは心の声が聞こえなかったから。これ
れが送信の力か。おいらも今度から気をつけようっと。安心して、普段この力を使うことはないわよ。だってそんなの失礼じゃない。私も覚悟を決めなくちゃね。これからまた残酷な話をするけれど、今度こそ逃げないようにしないと。三神様、どうしてここへ？お祝いの邪魔をしてごめんなさい。ここで起こっていることと、あなたの記憶とで食い違いが生じていることに気づいているかしら。ちょっとわかりません。それってどういう意味ですか？私にはわかるわ。宗神様は、みんながここに集まれたのは人生でまたとない縁だって言いたいのよ。それよりコーヒーでも飲まないか？俺のおごりだ。今回はかなり稼げたんだ。記憶、またとない。よく考えて。彼らの本当の状況はあなたが一番よく知っているはずよ。こうしてテーブルを囲んで話をするのはただの独りよがりではないかしら。スチームバード新聞社の報道は確かなものだった。彼らの乗った商船は岩礁にぶつかって沈んだの。それ以来バスマとガスパーから知らせが届いたことはない。ちょっと何言ってるのよデビー。思い出したんならそれでいいんだ。ここで起こってることは全部本当のことじゃないんだぞ。そっか、私は夢にいるのね。でも私の夢である以上、本当かどうかなんて重要じゃないわ。私はここの偽りを楽しんでいるの。現実にある悲劇と向き合う必要はない。彼らは私にとってかけがえのない友達よ。二人は私を理解してくれる唯一の存在なの。このまま夢を見続けても何も悪くないでしょ。でもこのまま行けば、だんだん現実と夢の境目がわからなくなるかもしれない。あなたがそうならないかとても心配なの。夢は永遠にあなたの気持ちに沿うもの。それと比べて現実は、棘にまみれ、少し気を抜いただけで傷ついてしまう。大丈夫です。まだそこまで分別できないほどではありません。本当に？なあ、そんな難しいことは置いといて、コーヒーとかデザートを食べるのはどうだ？現実でも夢でも、楽しけりゃいいじゃないか。そんなわけにはいかないぞ。お前たちがどこから来たのかさえオイラたちにはわからないんだ。あ、ごめん、悪気があったわけじゃ。大丈夫、みんなそれなりに大変なのはわかってるから。今の状態を見るとこの場所はまだあなたに無害のようね。知りたいのだけど、もっと奥深くへ行く方法はないかしら。それでしたら、前に聞き慣れない声がこう言っていました。ここには入り口があるって。いつか入ってみるかもしれませんが、今のところあまり興味はありません。分かったわ、教えてくれてありがとう。行きましょう。やっぱり私たちは今この無境の最も表層部にいたみたい。慌てないで。無境とはそういうものよ。もうデビーの夢から出ているけれど、無境はまだ伸びていてどこかへ向かっているわ。この夢には虚幻の人物を想像する力がある。だからこそこれほどまでに人は夢中になってしまうのね。そうな
のか。にわかには信じられないぜ。推測だけど、これらの夢がつながっているとすれば、何かしらの順序があるはずよ。さっきのデビーは、自分が夢を見ていることを意識できた。つまり、彼女はまだ夢の浅いところにしか入っていない。でも、私たちの今いる空間が反転しているわ。私の言った無境の特徴を覚えているかしら。夢が乱れてる。そう。もしかしたら、私たちは今もこの夢の深くへどんどん入っていて。真実は一番奥深くで、オイラたちを待ってるのかもな。ええ。万全の準備を忘れずにね。見た感じ、何かを入れる必要があるみたいだな。裁きの雷。手をつなぎましょう。逃げ道はあります。痛がっちゃいないの。全力攻撃だ。全部丸見えね。めまいが。めまいが。雨が降るとゆっくり消えていくみたいだな。でも雨が止むとまた現れる。花というより視線を避ける草スライムね。また変な比喩の時間が始まったぜ。急がなくてもいいのよ。うわ、また上に来たのか。もう上なのか下なのか分かんないぞ。下に落ちなくてよかったぜ。上に落ちているのよ。無境である可能性が高いわね。なんであいつまた夢を見てるんだよ。どうやらあのような危険でさえも妻への思いを諦めることはできなかったようね。これまでの推測からして、あいつの夢がここに現れたってことは、今すごく深く眠ってるってことだよな。前に彼と接触していたのが幸いだったわね。無事に彼の目を覚ますことができるといいのだけれど。アイルマン。おお、君たちか。不思議だな、君たちが俺の夢の中に出てくるなんて。夢？お前はこれが夢だって知ってるのか？もちろんさ。現実にこんないい話なんてないからな。紹介しよう。前に話した俺の妻、メイナーだ。それから俺たちの子供、ヘイデル。皆さんこんにちは。この度は宗神様からのご好意を賜ることができて、とても光栄に思います。パパ、宗神様と知り合いなの？すごい。これ何？新しいおもちゃ？おもちゃじゃないぞ、オイラはパイモンだ。いや、こんなこと話してる場合じゃなくて。ナヒーラ、これってオイラたちが予想してたのとちょっと違くないか？ええ、少し時間をちょうだい。ああ、そっか。さっきモーメント・オブ・ドリームにもいなかったから、てっきり家に帰ったのかと思った。
悪いな。何としてでもヘイデルを母親に会わせたかったんだ。途中の道にも結構慣れたからヘイデルをここまで連れてきた。幸い魔物には遭遇しなかったよ。ヘイデルがこんなに大きくなってるなんて、私もとても嬉しいです。夫には苦労をかけてしまい、本当に申し訳なく思っています。私は妻と母親としての責任を果たせませんでした。いいんだ、そんなことは言わなくていい。夢の中だが、こうして集まれたのも天が与えてくれた恩恵だろう。どうするんだ、オイラたち真実を言うべきだよな。残酷な話は私が言うわ。ええ、私がね、ごめんなさい。伝えなければならないことがあるの。私たちはあなたの夢によって作られた姿ではなく、自我を持つ意識よ。あの時と同じように私たちはまだこの夢の真実について調査しているの。そしてすでにいくつかの手がかりを得ているわ。つまりこの夢はやはり正常ではないのですね。どういうことですか。俺たち一家の集まりは束の間に終わる運命にあるってことだ。ママ行っちゃうの。おそらく、ええ、最終的にはそうなるかもしれないわね。え、え、やだママ行っちゃやだよ。何が起こっているかわかりませんが、安心してヘイデル、ママはどこにも行かないから泣かないで。メイナーは何が起こっているのか知りません。彼女の認識は私と一致していませんので。私はここが夢だと知っていますので、その真実をメイナーに告げようとは思っていません。ただ、はあ、もう何を言えばいいかさえわからないのです。複雑なことはわかりません。ただこの夢がいいものか悪いものかに関係なく、あなた方はそれを解決しに来たのでしょう。ええ。では最後にもう少しだけ楽しませてください。背後にある原因が何であろうと、自分は幸運に恵まれたと思っています。この機会にとても感謝しているんです。この夢はどうしても消えなければならないのでしょうか。ごめんなさい、おそらくそうよ。うん、そうですか、わかりました。こちらへどうぞ。この先を進むとより深いところにつながっています。下に行けば行くほど甘く美しい場所にたどり着き、引き返せなくなると聞きます。あなた方の欲しい答えもその中にあるかもしれません。どうぞ行ってみてください。協力してくれてありがとう。私も心から申し訳ないと思っているわ。そんな礼なんていりません。私はあくまでも一介の凡人、神に関与する権利も力もない。私には他の選択肢がないのです。私も後から追いかけます。少なくともメイナーとヘイデルにどういう状況なのか見せなければならないので。でないと目が覚めた後ヘイデルがメイナーを誤解して責めてしまうかもしれません。オイラたち悪いことしてるわけじゃないんだよな、ナヒーダ。それはあなたのいいと悪いの定義によるわね。また同じ場所だ。ここって無境全体をつなぐ階段みたいだな。ただどんどん凶暴になっていっているようね。普通の階段は攻撃してきたりしないわ。そうだな、オイラたちの推測も間違ってたみたいだし、アイルマンは自分が夢を見ていることを意識できて同時にそれを楽しんでた。深い夢の中にいるっていうより、より目が覚めたっ
って言った方が正しいのかな。これまでの考え方は間違っていないと思うわ。ただ解釈を変える必要があるわね。夢の程度が深くなっているのではなく、夢の主のここに対する未練が深くなっているのよ。あなたたちは夢を本当だと思ったことはない。そうでしょ？オイラはたまに本当だったらいいのになって思うことはあるぞ。でもちょっと思うだけですぐに忘れちゃうけどな。なぜなら私たちは現実を生きる存在だから、現実こそが私たちの焦点であるべきなの。これは夢の幻想性を定義するものでもあり、夢がどうなろうと私たちは気にしない。でも、もしも私たちが現実を手放し、夢を抱くことに決めたら、夢はどうでもいいものではなくなる。おいら、分かった気がするぞ。脳はより入念に夢の世界を構築するようになり、現実味もさらに増していくわ。アーカー社が無境を知能に変えられるということは覚えているかしら。リアルな無境を構築する場合も、それと似たような力を消耗するの。それって、ここにも過信探偵のニーローみたいな、夢の主がいるってことか？そいつの目を覚まさせれば、この無境集合体も終わるんだな。ええ、その可能性は高いわ。スメールシティの無境集合体は、アーカー社によって作られたもの。でも、今、アーカー社はすでに止められている。この件は、アランナラとも無関係よ。そして人間も、他の形を通して、無境集合体を作る力はない。つまり。え？まさか、そいつがアーカー社を再起動したのか？それはありえないけれど、大方教練院の学者で、かつてアーカー社と密接な関係にあったものでしょうね。だとしても、一体どうやってそれを行ったのか、そしてどうやって夢の主を選んだのか。ええ。ここはまだ終点じゃないわ。その人物の動機を知れば、すべての疑問の答えもわかるでしょう。見切りました。手をつなぎましょう。私のお家にいらっしゃい。いたがっちゃいないの？みんなは俺が守る。稲光、すなわち永遠なり。裁きの雷。天に召せ。前にここにあった水が全部雨になって降ってるんだな。水位が上がる前に早く通り抜けましょう。Yeah.
でもないな。ここはもう終点よ。え、嘘だろ。そうだな、ここってごく普通の街並みじゃないか。私は夢に関する権能を持っているから、誰が夢を見ているのか、誰が夢によって作られているのか、明確に見極めることができるわ。完全にこの無境を受け入れた者のみがここに来られるのでしょうね。ここ人がたくさんいるけど、どうやって夢の主を探し出すんだよ。大丈夫、私に方法があるわ。手をつなぎましょう。アニシャはいつも冷静だ、すごいな。彼は普通に夢を見ている。彼ではないわ。シャディアは見る目があるな。彼女の言うことなら間違いないよね。彼女でもないわね。夢が永遠に続くことを望まない人なんていないさ。彼は夢に入ってきて間もないから、彼も違うわね。でも植物に音楽を聴かせたらとてもよく育つって聞いたの。ちょうどあなたの演奏もだいぶ聞いてないと思ってね。最近忙しくてな、すまない。おや、送信様ではありませんか。あ、送信様。それにそちらのご友人方もこんにちは。私はここで花屋を営んでいるエミルです。こちらは私の夫モセイス。何かご用でしょうか。私のことは知っているでしょ。演技をしなくてもいいわ。それともあなたのことを夢の主と呼んだ方がいいかしら。なるほど、さすが送信様だ。悪いなエミル、俺の研究が送信様の注意を引いてしまったらしい。先に花屋に戻っててくれ。後で一緒に花の手入れを手伝おう。ええ、分かったわ。送信様の前で小賢しい演技をしようとしていたなんて考えが甘かったか。では私から先に聞こう。少なくともその方が物分かりがいいことを示せるだろうしな。送信様はこの無境についてどこまで知っている？この無境はアーカー社によって作られ、存在しない人を想像する力がある。そしてあなたは全く異なる方法で永遠に目覚めることのない夢の主になった。永遠に目覚めない？さすがだ。知恵の化身を前にしていることをつくづく実感する。どうやってそこまで推理したのか聞いても、その代わりとして私もあなたが最も気になっている質問に答えよう。簡単なことよ。この空間にはあなたを除いて全て夢を見る現実の人間か想像された偽りの人しかいない。あなたはこの夢の中で他の人と同じように見えるけれど、私にはあなたの夢を感じられないの。元から目が覚めている人を起こすことはできないでしょう。なるほど。目が覚めている状態で夢の主となれば、この世界はあなたの目覚めによって崩れることもない。理論上あなたはここの絶対的支配権を手にしたことになる。どのような角度から見てもこれが最適解ね。残っている問題はあなたがどうやって成し遂げたのかということだけ。答えは目の前にあること。送信様、私は私の現実を全てこの夢に捧げたんだ。アーカー社がまだ運行していた頃、
私は自分の意識を全てアーカー社にアップロードした。実はこれはある事故のせいでね。本来の目的は決してアーカー社や無教集合体ではなかった。全てをつなげる手がかりでもある本物のような人の方だった。そうだ、人間はあまりにも複雑であるため、アーカー社の強大な知能を利用する以外にそれを実現する他の方法私は思いつかなかった。アーカー社の規模は仮に私が少しだけ利用しても誰も気づかないほど大きなもの。そしてその少しだけの知能が私にとっては使い切れないほど膨大なものだ。たとえしらみつぶしのような方法を使ってもリアルな人格を作り出すことが可能だった。私はその一つ目の作品をエミルと名付けた。それってさっきの女の人じゃないか。私は彼女と同じ日に教練院に入った。入学の手続きから数えて一日に6回も鉢合わせした。そんな単純な理由から私たちは恋に落ちたんだ。共に学習と研究をし一緒に成長していったよ。全く同じ歩調で歩んでいた私たちは体は別々でも心はつながっているように感じた。しかし彼女は命を落とした。マリン病によってな。エミルの人格をより完全なものにするためにもさらなる学習サンプルが必要なんだ。私はアーカー社のデータベースから彼らのデータを探し出し、心理的な病気の検査を理由に彼らの体内に収集装置を残した。それにより彼らをネットワークにつなぎ、エミルに彼らの思いを感じさせることを可能にさせた。エミルはそれにより成長し、性格もより人間味のあるものになっていった。研究に全力を注ぎ、効率を上げるために私は意識をアーカー社へとアップロードし、ネットワークの一部となった。つまり正確に言うと、あなたは目覚めないのではなく目覚めることができないのね。ああ、アーカー社が何の前触れもなく停止されたことによって、私は全ての知能を失い、自らが立てたネットワークに囚われた。最初は慌てたが、状況を整理した後、知能の源を切り替えればこの世界を再起動できると分かったんだ。つまりネットワークにいる人はみんなお前に知能を与えてるってことか。これがことの詳細だ。私は自分が悪いことをしているとは思っていない。ただ彼らと自分を救っているだけ。彼らに良き夢を与え、その代わりとして彼らから知能を提供してもらい、無教の燃料にしている。彼らは目を覚まそうとすればいつでも覚めることができる。しかし人は元から眠りが必要だ。どうせなら美しい夢を見続けた方がいいだろう。私もそう思うわ。ここは私たちがやっとのことで作った家なの。うん、その通りだ。俺たちは自分でここに残ることを選んでる。よくわかりませんが、私は二人ともっと一緒にいたい。二人が悲しむ姿は見たくありません。ありがとう、メイナ。宗神様、どうか私たちを理解してほしい。みんな、そう慌てなくても大丈夫だ。宗神様は民を理解し、愛している。我々の自由を妨げたりしないだろう。おい、卑怯だぞ。どうやら私の最後の質問もあなたに答えてもらう必要がなくなったみたいね。全ての秘密を教えてくれたのはそれについて恐れがないからでしょ。なぜなら民を武器にして彼らの神に突きつければ神はなすすべがなくなるもの。彼らはただ大切な人とずっと一緒にいたいだけ。私はそのチャンスを与えているに過ぎない。何も間違ってないはずだ。愛する人と別れたくない、親友と再会したい、これの何がいけないという。あなたが人間をもっと理解するか、もしくはあなたも苦しい別れを経験していれば、これほど人の心がわからないことはなかっただろう。
その才能と覚悟を正しいことに使っていれば、新たな世代の賢者にもなれたかもしれないわね。残念なことに、あなたの恐れを知らずに王妃を発言するほどの傲慢は、教令院の六罪の一つを犯してしまった。あなたは人間の感情と冷徹な知能を等しいものとし、彼らが直面すべきだった痛みを剥ぎ取り、それを隠した。彼らが沈黙するよう誘導し、そしてその悪行に全くの自覚がない。痛み？誘導？そんなもの、ここが創造された時から存在しない。いいえ、存在するわ。アイルマンの娘、ヘイデルよ。え？娘がどうしたんです？この無教は規定のネットワークを頼りにしている。言い換えれば、体内に装置を植え込まれた人のみここに入ることができるの。あなたの体験したことを詳しく思い返してみて。私はヘイデルを連れてこっそり丘に戻り、そこにはメイナーが待っていて、ヘイデルも母親に会えて、ヘイデルはヘイデルではない。ええ、彼女はあなたと同時に無境に入ることはできない。あなたが夢に入った瞬間、無境はヘイデルを想像し、娘を母親に会わせるというあなたの願いを実現した。それで本物のヘイデルはどこにいると思う？まだ丘に取り残されて。そう、父親が急に気を失い、意味のわからないことを言い出すのを見たら、彼女はとても怖いと感じるでしょうね。しかもそこには魔物も出没する。とても危険よ。ヘイデルはまだそこにいる。だったら。パパ、何言ってるの？全然わからないよ。すぐに目を覚まさなければ。ヘイデルを一人きりにはできない。みんな何かを思い出したようね。自分を守るため、人は苦痛から離れ安らぎを抱こうとする。それは人間の本能であり、弱点の一つでもあるわ。だったらなぜそれでも多くの人が危険を承知で前へと進み、苦痛を承知でそれに立ち向かうと思う？人は自分だけのために生きているのではないからよ。彼らには家族が、愛する者が、友が、家が、そして未だに実現していない人生の理想がある。しかしあなたは最も安楽なものだけを彼らに見せ、見えない苦痛の上にあなたの無境を築き上げた。そんなの巧妙な詐欺に過ぎないわ。確かに夢の中に長いこといるな。やるべきことがまだたくさん残ってる。神が不完全な世界を作り、無数の整理死別を生み出したのは人を理解していないからだと思っていたが、まさかあなたが答えを見出すことができるとは。しかし残念ながらそれも無駄なことだ。目を覚ましたければ一時的にそうすればいい。ちょうど私もエミルと少し二人だけになりたかったからな。この夢が存在する限り全員戻ってくる。人はあなたが思うほど強くはないし、あなたが神だからといって何にでも従うわけではない。そろそろ余計なデータとノイズを片付けなくてはな。気をつけろ、魔物だ。全員すぐにここから離れて安全な場所へ行って。私こそがこの無境の支配者。無数の魔物を創造するなど造作もない。安心するなり、傷を負う前に目が覚めるだろう。エミリは誰かが傷つくのを見るのが好きではない。だからおとなしくしてもらおうか。かかれ。
うまくいったと思うなよ。これは私の夢だぞ。私が隠れようものならたとえ神でも見つけられない。人々が幸福を渇望する限り彼らはここへ戻り、この楽園を再建するのだ。逃げるな。何が起こったんだ。幻想が突如崩れ制御できなくなったのね。まずい。エミル、エミル、エミル。大丈夫か、エミル。やめろ、頼む、やめてくれ。見切りました。そこから離れて、私の腹を壊さないで。どうしよう、どこに行ったの。人は行っちゃったわ。人はもういらない子なの。私はエミルじゃない。私はやっと終わったぜ。さっきは何が起こったんだ。彼はまだアーカーシャ技術に対する掌握が完全なわけじゃない。魔物の創造に大量の知能を使い、システムを制御できなくなったのね。そして創造された人までもが魔物となった。もちろんエミルも例外じゃないわ。たとえ夢だとしても残酷すぎる。オイラから見ても怖いって思ったほどだし、あいつらは余計。でも幸い混乱はすでに収まったようね。あとはここの人を目覚めさせ現実に戻らせるだけよ。エミル、私のエミル、全てがなくなった。全てが夢に終わった。運命には抗えない。知識には頼れない。この世界はあまりにもひどすぎる。まだ私たちのせいだと思っているの。そんなのはもう重要ではない。無境の運行を維持する知能が全て魔物になった以上、ここはもうじき崩壊し、私の意識も消えるだろう。エミルと一緒に行かせてくれ。たとえ灰になろうとも、私は目を覚ましたくない。ショックを受けすぎて絶望してるみたいだ。エミルが魔物になった瞬間を見た彼には、もう十分と言えるほど精神的な罰を与えられたと思うわ。虚無について深く理解した後は、そろそろ存在の意義を振り返る番ね。存在？私は彼らとは違う。とっくに意識しか残っていないんだ。私のアーカー社に対する理解によれば、あなたの意識をここから抽出し、知識の容器に入れることは可能よ。教霊院は今もあなたの体を保管しているはずだから、すぐに目を覚ますことができるはず。必要ない。このまま消えさせてくれ。もはや現実に。これは同情なんかじゃないわ。あなたがこのまま消えて法による罰から逃れることは許さないと言っているの。これからの人生はあなた自身がどんな形で存在するかを決めてちょうだい。さて、旅人にパイモン、私たちもそろそろ帰るわよ。この件に対して全ての終止符を打つために。
何でもないわ。ここの人たちに目を覚ましたらモーメントオブドリームの会場に集合するよう伝えましょう。よかった、あなた方もお目覚めになったんですね。皆さん次々と目を覚まし、街は良い知らせで溢れています。どうやらこの件も無事解決したようですね。ええ、結構大変だったけど、後で大勢の人が来るはずだから会場の秩序維持をお願いできるかしら。私は彼女たちと一度今日あの学者の状況を聞きに行くんだよな。ええ、でも意識が体に戻った後目を覚ますには少し時間が必要なの。後のことはマハマトラに任せるといいわ。送信様、どうなさいましたか？学籍情報を調べたいの。クシャレワー学院の学者で昏睡状態になっている人はいないかしら。かしこまりました。少々お待ちください。お待たせいたしました、送信様。確かにそのような学者が一人おります。名前はベノニ。パーカー社の違反操作により昏睡状態に陥っています。現在に至るまで意識は回復しておらず、今もなおビマリスタンで治療を受けています。え、モセイスって名前じゃなかったのか？正体を隠すためだったのでしょう。誰にも邪魔されたくなかったのね。ここに保存してある知識をマハマトラに渡してくれるかしら。これをベノニの脳へ導入するよう頼んでちょうだい。かしこまりました。ただ安全性の考慮から理由についてお伺いできますでしょうか？簡単なことよ。この中にあるのは彼の意識。以前まである無境に囚われていたの。彼は無境の中でスメールの治安に影響が出るようなことをした。彼が目を覚ました後、私から大マハマトラに状況を説明するわ。かしこまりました。すぐに取り掛かります。ありがとうございます、送信様。ううん、礼はいらないわ。モーメントオブドリームに人が集まっているでしょうし、そろそろ戻りましょう。オイラたちは静かに聞いてればいいんだよな。ナヒーラ、何を言うんだろうな。先ほど目を覚ました人たち、こんにちは。あなたたちの心地よい夢の邪魔をしてしまって本当に申し訳ないと思っているわ。無境の中での対応も少し冷たいものになってしまったかもしれない。無境にはとても不思議な力がある。強い心を持つ人に対しては心を奮い立たせ、理想に翼を与えることができる。でも同時にその状況を利用して認識を混乱させ是正をひっくり返すこともあるの。不幸にもあなたたちはその獲物に選ばれてしまった。前にも言ったように、私もまだまだ学習途中で、離別の苦しみを共感できると言えるほどではない。でもここに同じような経験をした人が少なくないことは周囲を見ればわかるわ。あなたたちがここに集まり共に未来へ向いていること、誇りに思ってちょうだい。生命という道はとても長く、その終点を見透かすことは難しい。そのせいで私たちは多くの疑問を抱くかもしれない。生きている意味は何？目標は何？どうして苦痛を味わい続けなければならない？確かに足を止め考えることを放棄し、慣れ親しんだやり方を繰り返すことは最も簡単な選択よ。でももしもそのような考えが頭に浮かんだら、身の回りの人と物事に目を向けてみてほしいの。一日中頑張って働く人がいるのは、家族に温かい晩御飯を食べさせたいと願っているから。世を渡り歩く人がいるのは、テイワット中が共感できる芸術品を作り出したいと思っているから。
世界の秘密を探す人がいるのは、迫り来る名乗しがたい災難を防ぎたいと考えているから。自我は生命の意義のすべてではない。一つ一つの行動こそ自我と世界を作り上げるものなの。家族や友人はあなたたちの行ったことを覚えているし、見知らぬ人だってあなたたちの行動から恩恵を受けるかもしれない。だからこそ苦しみに耐えてでも新たな道を切り開こうとする人がたくさんいる。そしてあなたたちが同じ道を歩んだ時、それら究極の質問の答えは少しずつ見えるようになり、それと同時に重要ではなくなるの。だけど、もしもあなたたちが生命を虚無だと思ってしまえば、それは本当にだんだんと虚無へ向かってしまう。あなたたちには生き方を選ぶ自由がある。でも私は神として、先にあなたたちの目を覚ます必要があるの。それでも、現実を捨ててまで美しき夢を抱くかどうかは、あなたたち自身が決めることよ。ナヒーダは個別でまだ話すことがあるみたいだ。教練院前の広場に行ったみたいだぞ。ナヒーダは本当にすごいな。無境にいた時、あの学者を言い負かせないんじゃないかって思ったぞ。彼は人間性の弱点を利用することに長けていたわ。おそらく彼自身も以前からその渦中に陥っていたのでしょう。あの無境には言葉で言い表せないような誘惑があった。病みつきになるほど甘く、常人では明確な判断ができなくなるほどに。でも目を覚ますことさえできれば、いつだって遅くはないわ。あら、どうして急にそんなことを？そうだぞ、お前は人間の感情がよくわからないって言ってたけど、お前の迷いもオイラたちには見えてたぜ。さっきの演説もあいつらの立場になって言ってたし、よくできてたと思うぞ。ありがとう。この一件で数多くの悲しい話を聞いて、何度も心を揺さぶられたの。被害を受けた人たちの行為が間違いだったとは言えないし、彼らの望んだものも決して課題ではなかった。だから、彼らが私たちに対抗し、無境を守ろうとしたとき、私には彼らの選択を理解できたわ。でも、私の理解と感じたことは、彼らが本当に体験した苦しみに比べれば、百分の一すらないかもしれない。その百分の一を共感だなんて、私には到底思えないわ。ナヒーダは自分に対して厳しいな。それだ。わかった。やっぱり外に出てみると成長できるのね。感情と知識は全く違うもので、明晰な言葉でそれを描写することはとても難しい。ベノニー、モセイスは、私が生理死別を経験したことがないと言っていたけど、私にはなんだか漠然と、そうじゃないような気がするの。無境に入った時、どうしてかとても、暖かな熱流に包み込まれる感覚を覚えたわ。その暖かさは、まるで自分が、生命の原初状態に帰り、二度と目覚めたくないほどのものだった。でも、再び目を開けた後、その感覚は消え、何の痕跡も残っていなかったの。例えるなら、白紙の上に書かれた字を消すようなもので、字は見えないけど、薄い凹みだけは見える状態ね。あの無境を経験した後、さらにはっきりと分かったわ。あの熱流が何を意味しているかは重要じゃないって。ただ確かなのは、
私はかつてその温かな力によって支えられ今日まで来れたということ、その温かさがどこから来るかに過度にこだわるのは本末転倒というものよ。さっき民たちにあれだけ多くの理想を語っておきながら結局は自分もできないだなんて、そんなの面目丸つぶれじゃない。どうしたんだ？急に暗い表情になって。何度も何かを言いたげだったけど、私に伝えたいことでもあるの？そう。なら、目を覚ましたのだし、体を伸ばしましょう。新たな一日が始まるわ。